大阪管区気象台は今日11日、近畿地方で木枯らし1号が吹いたと発表しました。天気図をご覧ください。こちらが今日午前3時の天気図になります。まあ、木枯らし1号というのは、おおむね秋の後半からですね、冬の初め頃にかけて初めて吹く強い北風のことを言います。で、その条件いくつかあるんですけども、その一つが冬型気圧配置です。で、今日も大陸に高気圧、そして東の方に低気圧、西高東低冬型気圧配置となっておりまして、条件を一つクリアしたということになります。そしてもう一つが風です。これが今日近畿地方で最も風が強かった頃、今日の未明のアメダスのデータになります。ご覧の通り、近畿の観測点では平均風速で8メートル以上吹いているところがあります。この北寄りの風8メートル以上というのが条件の一つになってくるんですけども、こういったところをクリアしたということで、今日近畿地方の木枯らし1号が発表されました。で、こういった北寄りの風ですので今日は気温が上がりません。近畿エリアは昨日に比べても2度前後、2、3度ぐらい低いところが多くなる見込みでして、空気がひんやりとした1日となります。特に夜にかけてはさらに冷え込んでいきますので、今夜は暖かくしてお過ごしください。最新の気象情報についてはお天気アプリウェザーニュースでもご覧いただけます。